はい、皆さんこんにちは。本日はね、スマーク伊勢崎にやってまいりました。で、本日見てきた映画はこちらになります。はい、陰陽師ゼロを見てきました。で、チケットがねこちらになります。で、陰陽師ゼロ、まあそもそもね、陰陽師っていう物語はね、もともとね、あの夢枕漠先生のあの陰陽師っていう安倍の生命を主役にしたこの小説ですね、あれが大ヒットして、それがね劇場版になったりとかねした作品ですね。本当にね、一時期ね、陰陽師はものすごい大人気の映画で、映画っていうかね、まあ作品で本当にね、あのすごかったんですよね。まあ逆にこの今の子はね、あんまそういうイメージはないと思うんですけど、本当にね、一時期ね、本当にこの夢枕漠先生のこの陰陽師はね大ヒットして、まあみんなね、若い女性とかね、本当に安倍の生命をねアイドルみたいにしてたりとかね、そんな感じがする時代もありましたよね。平安の闇をね、若き安倍の生命が払えるのかっていうね、今回ねゼロがついてるだけあって、それ要するに安倍の生命が学生時代の話ですね。その陰陽師の、学生時代の話になっています。でもうね、主人公は、まあ、イケメンでかっこいい主人公をやらせるならという感じで山崎賢人さんが演じてますね。なんかもう最近本当にもう山崎賢人さんの主人公感は本当にすごいですね。で、物語はね、呪いやたたりから都を守る陰陽師の学校であり、省庁陰陽寮学生の、まあこのね、物語は学章って呼んでたんですけど、あの学生では学章ですね。学章の安倍の生命は、呪術の天才ながらも陰陽師に興味を示さず、友人も持たず、周囲から距離を置かれる存在だった。ある日、生命は貴族の源広政から皇族の義子女王を襲う怪奇現象の解決を頼まれる。衝突しながらも真相を追う生命と広政だったが、ある学生の変死をきっかけに平安京を巻き込む凶悪な陰謀と呪いが動き出す。若き生命は平安の闇を払えるのか、そして呪いに隠された真実とはという話になってきます。まああの冒頭の部分ね、学章って言われてるのは、学生と書いて学章と読むんですけど、まあ学章で、あ、陰陽寮というのがありまして、まあここでね、こういう学生、あとね、先生たちがいますよみたいな説明があって、まあそこにいるのが安倍の生命ですね。他にもあの学生たちもいて、で、そこね、特待生みたいな一番偉いというか、一番優秀な成績のね、学生もいるんですよ。それは一人だけいて、その一番優秀な学生ではないところに安倍の生命はまずいますね。あの、とりあえずここの学校に席を置いてればいいやぐらいの感覚でいて、で、安倍の生命がね、どこだっけな、どこかお寺かなんかでね、まあなんか因縁つけられるようなことがあって、じゃあそこの岩の上にあるこのカエルを殺してみろって言われるんですよ。で、そして、ね、安倍の生命は葉っぱ一枚を取ってそれを投げると、カエルがこう見事に死んでしまうっていうね、そういったところを見せて、そのね、貴族たちは驚くわけですね、腰を抜かして。で、そこをね、見ていたのがね、源の広政ですね。源の広政が見ているわけですね。ああ、あの子すげえな、みたいな感じで見てて。で、この源の広政はね、その陰陽寮のその先生たちよりもはるかに、偉い人なので、源の広政がね、やってくると、その先生たちはみんなペコペコしてるわけですよ。まあ、偉い人なんで。で、広政がね、こう、偉そうにしてるんだけど、広政がこの間のこのカエルの一件を見ていたので、安倍の生命を呼び出してみるわけですよ。そうすると、まあ、そんな態度というか、まあ、全然言うことも聞かないんですよね、その安倍の生命は。もう、なんか偉そうというか。それでもね、広政の方はね、食い下がって、そのね、安倍の生命にね、いろいろこの、義子女王っていうね、その人のちょっとね、怪奇現象があったんですよ。夜中にビアの音がして弦がね切れるという、そういった現象があったので、この事件をね、その解決すべく安倍の生命を呼んでみるわけですよね。そうすると、まあ安倍の生命自体はね、そんな世の中にね9割9分はね、そんな怪現象がありゃしないなんてことを言うわけですよ。大体のことは、なんか木が乾燥して音が鳴ったとか、そういったことだみたいなことね。むしろね、その科学的っていうか、あの理論的っていうかね、そういった冷めた感じなんですよね。その陰陽師とは思えないぐらい、陰陽師の卵とは思えないぐらい、その冷めた感じでいて、まあその代わりちゃんと勉強してるんですよね。勉強、自分の部屋ではもう勉強とか、暇つぶしに勉強したり本読んだりとかしてるわけだけど、で、それでね、世の中不思議なことはないなんて言いながら、もうお前はこの間カエルを殺していたじゃないかってね、広政は食い下がるんだけど、あれはただの幻覚現象だっていうね、そういったことで、要するに錯覚や幻覚を使ってそういう風に見えるように、誘導したんだっていうことを言うわけですよ。まあそんなわけでね、怪奇現象みたいなことはあるはずはねえんだぐらいのを言うんですよね。で、まあ一応その義子女王のとこ行ってみて、一緒に連れてかれて事件をね、まあとりあえず一応解決するわけですよ。で、まあそこら辺で、まあここら辺はね、この義子女王の事件は広政と
安倍の生命のねこの出会いですね。で、広政のキャラクターもね、なんか臆病者のような人の良さげな感じなんだけど、まあ笛を吹くのが得意っていうね、そういったキャラクターであるってことがわかるわけですね。だからちょっとね、この偉そうな安倍の生命にね、本来なら全然ね広政の方が偉いんだけど、あのシャーロック・ホームズとワトソンみたいな関係になってしまうわけですよ。で、それでまああとね、生命自身はその自分にとってはその幼い頃ね、両親を誰かに殺されていたのを見ていたということで、でその夢をよく見るんで、その夢の中でその犯人は誰なのかをね知りたがってるっていうことで、そこでもあるわけですね。そういった謎もあり、でそこからね、ここである学生の変死をきっかけにってことがあるんですけど、まあ要するにその学生ですね、その学生たちの一番優秀な生徒ですね、その人が突然死んでしまうんですよね。しかも変死をしているので、でこの変死を解き明かした人が今度は、ね、次のその優秀なやつにしてやるなんて話になるわけですよ。でそこでこのなんだろう、推理合戦じゃないけど、そのね学生たちでその犯人探しが始まるってことで、まあ大体ねこういったものの事件があった時ね、大体犯人されるのは主人公なんですけどねまあ大体の流れ的にはもう主人公が犯人ねされるんだけど、まあそのピンチですよね。安倍の生命がどうそのピンチを切り抜け、真犯人を見つけ、さらにこのねその奥に潜む巨大な陰謀とね、あとその呪いをねどう安倍の生命が打ち破るか、あとねこの広政も実はね吉子女王のことが好きなんですよ。ここの2人がね好き合ってるんですけど、うん、まあ距離感ですよね。お互い広政はね立場上の吉子女王にそういった気持ちを伝えることができず、吉子女王もね広政の気持ちを待ってるっていう。ただこの平安時代の恋愛ね、平安時代の片思いを破るのは大体帝ですよね帝が命令すれば、そこの辺の関係が崩れてしまうのはこの時代の話ですよね。まあそこら辺がどううまくいくのか、ここら辺のねまあ恋愛関係と安倍の生命の過去、あとねこの陰陽寮のそのまあ出世欲みたいなね、そういったものがねうまい具合にこう絡み合って最後戦っていくって感じですね。本当にまあ結構面白かったですね。なかなか人気小説陰陽師のね物語なんですけど、ただやはりね時期が悪いというか、まあ間違いなくねこの映画過去にねものすごい陰陽師ブームがあった時、その時にこの映画ができていたらすごい大ヒットしてたと思いますね。本当によくできてて、その陰陽師っぽさと安倍の生命のその魅力とかね、そういったものが見事に描かれてるんですけど、いかんせん今陰陽師がねそんなに盛り上がってないうん、そんな感じですかね。大河ドラマの方じゃね、ユースケ・サンタマリアさんが演じてますしね、うん、そこら辺が安倍の生命もいろいろな描き方があるなってことで、まあそんだけでね、まあ結構面白かったんで、あとねやっぱね染谷翔太さんをねこの広政に当てたっていうのはね正解ですね。映画の予告とかね見るとこの広政結構情けない感じのキャラクターになってるじゃないですか。うん、まあそういったねキャラクター演じるのもね染谷さん上手なんですけど、やはり染谷さんが演じてるだけあって、その締めるところはねきっちり締めてくれますね。そのやはりかっこいいんですよ、うん、まあ予告だけ見るとねちょっと情けない感じのその貴族かなっていう感じがするんだけど、物語の中でねその安倍の生命だけでは、うん、この全てはうまくいかないので、やはりこの広政もね活躍するわけですね。そういった場面ではね本当に魅力が十分出ていて、その陰陽術を使うねその安倍の生命と、まあ、笛の名手であるね広政っていうことで、この2人のね魅力が十分に描かれていてね、本当に面白い映画になってます。まあというわけでね、まあ本日陰陽師ゼロを見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。